「悪魔の曲線」その奇怪な地下室の構造をどう説明したらよいかおそらくこの世の言葉では完全に語り得ない種類のものであったまず最初パッと目を打つのは何とも形容のできない深い極まる色彩の混乱であった。 色彩の雑音。色の不協和音だ。人を基地いにする配色というものがあるならば、きっとこのようなものであろうと思われた。強い色彩は一つもない。全体が陰気な灰色の感じだが、その中にまるで不気味な腫れ物かあざのように、あるいは顕微鏡で見たバクテリア群のように、 種々雑多の異なった色彩が全く不統一にめちゃくちゃに入り乱れのたうち回っていたもっと分かりやすい比喩を言うならば諸君は小学校で分解人体模型の胃の符や肺の像の内側を見せられたことがあるであろうあの何とも言えぬ恐ろしい色彩を もっと灰色にしてべらぼうに拡大したものを想像すればややこの部屋の感じに近いのだだがだんだん目が慣れるに従ってそれは塗料を塗ったものではなく壁にしろ床にしろ種々さまざまの異なった材料を組み合わせて作ってあるためにその材料の生地の色の違いから生じた色彩の混乱であることが分かってきた。 も壁も床も決して平面ではなくやっぱりイノフの内側のように恐ろしく凸凹ココなのでそれの作る陰影が加勢して余計へんてこなチガいめいた色彩に見えるのだではその凸凹ココは彫刻なのかというに彫刻といえば彫刻に相違ない毛彫りのように手の込んだ箇所さえあるのだが 普通我々が彫刻と名付けているものとはまるっきり違っているどこの展覧会でもどんな古い建築物でもあるいは諸外国の彫刻写真でもかつてお目にかかったこともないようなこれまた基地外の彫刻である群がり乱れた凸凹がそれぞれ何かの形をしているにはそういないだがそれが何をかたどったものだか 点で見当もつかぬのだ「人でもない獣類でもなければ魚や鳥でもない植物ではなおさらない」といって自然の景色や人工の品物をかたどったものでもない「色彩がそうであると同じ意味でこの入り乱れ波打つ凸凹の壁や床も人を気違いにする種類のものであった。 ちゃんどこにいるのもう堪にして私気が違いそうだわ蘭子はクラクラとめまいを感じてその不気味な壁に手を支えながら悲鳴を上げた <laughs> <laughs> どこにいるか当ててごらん壁の向こう側から響いてくる含み声だ 当ててみなと言われてもこの部屋は一つの大きな洞穴のようなものでどこにも出入り口はないどうして壁の向こう側へ行くのか見当がつかぬ不思議はそればかりでないどうやら男の声が小村昭一ではなさそうだけれども蘭子はその声を疑っている余裕がないもっともっとへんてこなことがあったからだ 今、何気なく手をついた壁の何とも言えぬ異様な手触りに非常な驚きを感じたからだ。壁のその部分には、お椀を伏せたような突起物がうじゃうじゃと群がっているのだが、その一つをひょいっと押えると、こんにゃくみたいにぶるっと震えて、押さえた箇所がくぼんだではないか。しかもそれは生温かくて、 まるで生きた人間の肌に触れたような手触りなのだ蘭子はぎょっとして手を引っ込めよく改めて見るとそのお椀ほどのイボイボの部分は薄赤いゴムでできているらしく温度は裏側から何か仕掛けがしてある様子だまあこれ人間のちぶさとそっくりの手触りだわ気味が悪い くらとした酔っ払いの顔のように薄赤いチブサの形が身内がむずがやくなるようなイボイボになって数え切れぬほどびっしり群がり集まっている有様は何とも言えぬ不気味なものであった。しかもそれが一つ一つ人間の肉と同じ温かみと弾力を持っていて触ってみるとブルブル震え出すのだ。 もし蘭子がもっと冷静であったならまだまだ不思議な事柄を発見したはずである。というのはその群がり集まった乳房が決して同じ形で作ったものではなくそれぞれ個性を持っていたことだ。100人の女を並べてその各々の特徴ある乳房を一つ一つ丹念に模造したというような一種不思議な むしろ恐ろしい感じが身に迫ってくるのだだが蘭子はそこどころではなかったひとたび乳房に気が付くと部屋中のあらゆる凸凹ココが皆それぞれの意味を持っていることが分かってきたある部分には断末魔のもがきをもがく大きな線の手首が美しい花のように群がり開いていた ある部分にはさまざまな形に曲がりくねったそしてその一つ一つがえもいえぬ美体を示した数知れぬ腕の群れが巨大な草むらのように集まっていたまたある部分には足首ばかりが膝小僧ばかりがその他肉体のあらゆる部分部分がどんな名称も企て及ばぬ巧みな構図でそれぞれの個性を筐体を 発散していたその材料もあるものはゴムあるものは造形用の物質あるものは黒炭主炭あるものはビロードあるものは冷たい金属あるものは柔らかい霧の木と種々雑多でそれがうごめき踊り乱れて形と音の不協和交響楽を奏でていた。 それが気違いめいて見える一つの大きな理由は、腕なら腕、桃なら桃を彫刻した材料の色合いが、本当の腕や桃の色にはまるで無関心に、買って次第の生地のままさらけ出してあることだ。元来黒いものが白かったり、元来桃色のものがプラチナ色に光っていたりするために、悪夢のような錯覚を起こさせることだ。 またもう一つの理由はそれらの模造肉体が手首は手首縮さは縮さとほんの一勝部分ずつがそれだけでうじゃうじゃとひと塊になっていることのほかにその大きさがまちまちで縮さは実物大ひざ小僧は一つ一つが三尺四方もある大きさまたあるものは小人島のそれのように 異様に小さくこちょこちょと寄り集まっているというように思い切りほうにでたらめにできていたからだふと気がつくと蘭子が今踏んでいる床はよくよく見ればこれはまた実物の10倍ほどもある巨大な女の太ももであったいやらしいほどふっくらとした肉付き深い陰影それに驚いたことには 産毛の一本一本毛穴の一つ一つまで気味悪いほど大きくこしらえてあるではないか目で追っていくとそれだけはあまり巨大なためにたくさん並べるわけにはいかず一人の全身がやっと上半身まで続いている小山のように膨れ上がった丸まっちいお尻がその向こうには 肩から背筋へかけての偉大なスロープが続いていた材料はインド美人の肌のようにつるつると滑っこい手段の継ぎ合わせでできていたそれだけの費用でも実に莫大なものだ蘭子はこの驚くべき視覚だけでもうヘトヘトになって目がくらみそうであったがその上に 最前から不可思議な好期が彼女の嗅覚を刺激していることを慌ただしい心の隅で気づいていた。それは決して材料に使用した木材の匂いばかりではなかった。どこかで香を焚いているのだ。香といっても、無論並々のものではない。心ときめくジャスミンと邪香の香り。香油の匂い。 それに群れかえるほど誇張された甘い女性の大衆さえも混じって生温かく鼻をつく「翔ちゃんはいくら有り余るお金とはいえなんて贅沢な恐ろしいような思いつきをする人だろう」「んこは酔ったようになって相手の男が小村翔一でないことをまだ気づかないでいるのだ」そして、 このずば抜けた思いつきに恋人の本当の偉さが分かったような気がして感じ入っているのだ蘭子さんこの部屋がお気に入りましたかまたしても壁を隔てて男の声だ私もう気が違いそうです素晴らしいわ本当に素晴らしいわ あたしあなたを尊敬しちゃったさあ早く顔をお見せなさいよ顔を見せても驚きませんかおやあの人の顔までもこの部屋では異様な紛争をしているのかしらそれともランコははッ ばかり心臓が凍りつくような気がしたとうとうそれに気づいたのだ男の声が決して小村昭一でないことを悟ったのだ誰誰でですすあなた一体誰です彼女はたまぎるような声で叫んだ「地底の猛獣」。 お分かか。りりになりませんかあなたのよくご存じのものですよ。ご存じのものご存じのものああではやっぱりそうだそれに違いない。蘭子はいつかの晩あんまと偽って彼女の乳房をもてあそんだ開毛人のぬめぬめといやらしい顔を思い出した。 分かった。分かった。この部屋の色彩がめちゃめちゃなわけが分かった。部屋の主人が盲目だからだ。視覚に訴える必要がないからだ。その代わりに手触りの点では、象毛といい、金属といい、主旦といい、温かいゴムといい、これ以上行き届きようがないほど深い注意が払ってあるではないか。 これはあの雲の指先でなで回しながら有頂天の狂楽を味わうようにできているのだ蘭子はあまりの怖さに息が詰まりそうだっただが怖いもの見たさに部屋中をぐるぐる見回しているとまたしても恐ろしいものを発見した薄暗い伝統のために その光線とても主人公には全く不要なのだがよく見通しがきかず向こうの行き止まりの壁はつい注意もしないでいたが男の声がどうやらその方から響いてくるらしいので目を凝らして眺めるとそこには今までのものとは違った人体の部分が押し並んでいたのだまず目につくのは ピカピカと油ぎったきめの細かいネズミ色の木材でできたおのおの長さ1軒ほどもある巨大な人間の花の群れであった。三四十個の人間一人分ほどもある恐ろしい花が種々様々な形で押し並び重なり合って黒く見える洞窟のような花の穴が小花を怒らせてこちらをにらみつけていた。 花の群れの隣に畳一畳ほどもあるのから実物大のものに至るまで大小さまざまの唇があるものは口を閉じある者は半開きにして石垣のような花見を見せある者は大口を開いて鍾乳洞のような喉の奥,の奥の奥までも見せびらかしていた「もっと恐ろしいのは目の一群である。 これには造用用の白いい、材料を用い何の色彩もなく大理石像の目のようにあるいは底皮患者の目のように真っ白にうつろに見開いたままあらぬ空間をにらみつけているそれがやっぱり大小さまざまな形で押し並び重なり合っている様はちょうど望遠鏡で眺めた月世界の表面のようで実にいやらしいのだ。 造形用の材料を使ったのは手触りから考えついたものであろうが請願者には偶然にもそれが主人公の盲目を象徴しているように感じられ2倍の不気味さであるでは今そこへ行ってあなたの美しい体に触らせてもらうことにしましょうかね。 声が響いたかと思うと今言った大口開けた唇の喉の,の,の奥の暗闇から異様な模試ででもあるように一人の人物がのそのそと這い出してくるのが眺められた蘭子はもう立っている気力もなくヘトヘトと例の巨大な太ももの上に倒れて逃げ道でも探すように辺りを見回したが エレベーターはとっくに跳ね上がってしまったのだ。他に出口も入り口もあるおはずがない。出てきたのは忘れもしないあのいやらしい中年男の盲人だ。彼は百の巨大な桃をびっしり並べ詰めたようなゴム製の膨らみの一群をぐにゃぐにゃと踏み越えてラン故に近づいてきた。 わしはね、この激しい抗気の中でもお前さんの匂いを嗅ぎ分けることができるのだよ。ほら、ここだ。ああ、この手、この腕、この肩。俺はよく覚えているよ。乱鼓だ、乱鼓だ。 その声を聞きその手を感じると蘭子は6万8千の毛穴が閉じて産毛という産毛が猫の毛のように逆立った気が違いそうだ死に物狂いだ彼女はやけくそに声を振り絞って叫んだ「畜生畜生お前は私をどうしようというのださあ返しておくれ」。 ってないと女だって水木乱子だ何をするか知れないよ。はっは盲人はびくともしない。単価を切るね。俺はお前のその気性もたまらなく好きなんだよ。俺がお前をどうするか、今にわかるよ。まあ、そんなに慌てなくてもいい。 猛獣はぺちゃぺちゃと舌なめずりをした。ところで蘭子さん、お前のさっきの言葉では、この部屋がひどく気に入ったようだね。これだけの細工をするのに5年という月日がかかったよ。費用は莫大なものだ。これについては、 わしの身の上話をしないとわからないがね。実を言うと、わしはある明治の大富豪の一人息子なのだ。親父が死んで恐ろしいほどの財産が手に入った。だが目倉でそれがどう使いこなせよう。俺はそこで一つの念願を起こしたのだ。 この薄気味悪い盲人はそのような身の上であったのか念願というのはね彼は猫がネズミをもてあそぶような何とも言えぬ嬉しそうな調子で話し続ける「盲目の悲しさには俺は綺麗な女も見ることができない。 美しい景色も見ることができない。そのほか絵にしろ、書物にしろ、芝居にしろ、太陽の光、雲の色、伝統のような人工光線の美しさ。世の中にはなんと目を楽しませるものが多いことだろう。 展示の書物で読んだり、人の話を聞いただけでもうずうずするほど目のある奴らが羨ましい。俺は、俺を目らに生んだ両親を憎んだ。神様を恨んだ。だが、どうなるものでもないのだ。盲人の世界に残されているものは、音と、匂いと、味と、 触覚ばかりだ。音は、音楽は俺には吹きすぎる風のようで物足りない。匂いは、悲しいことに人間の鼻が犬のように鋭敏でない。食べ物はただ腹が膨れるばかりだ。と考えてみると、触覚こそ、 俺たち盲人に残された唯一無二の狂楽であることが分かってきた。俺はこのたった一つの狂楽に取りすがった。何でもかんでも撫でてみないでは承知ができなんだ。いろいろなものの中でも生き物の手触りが俺には一番楽しかった。 俺は牧場を開いて何百という羊を飼い、毎日毎日暖かい太陽の下で羊どもと遊び戯れたこともある。屋敷中に道渡るほど犬や猫を飼って、それらを布団にして寝たこともある。だが、どんな生き物も人間の それも女に及ぶものはないことがはっきりと分かってきた。俺の女房は、親父が襟に得って金に明かしてもらってくれた美しい女であったが、それは目で見た顔のことだ。俺にとっては美しくも何ともない痩せっぽちの生き物でしかなかった。だが、 女というものはこんなものだと諦めて数年の間一緒に暮らしていたがふとある時別の女の体を知ったそれが病みつきになって俺はたくさんの女の手触りを楽しむようになった女の体の美しさにはいつまでたっても再現がなかった 俺は世界中の女の肌に一人一人触れてみないでは我慢ができないほどになった。その中にどんな素晴らしい女がいるか想像もつかないのだ。世間の人は評判だとか写真などで世界の美人を見て目を楽しませることができようけれど、俺にはそれが駄目なのだ。また、 世間で美しいという女が俺には美しくも何ともない場合が多いのだ。ところがラン子さん、聞いてくれ。俺の欲望がそんな風に募りに募ってきたとき、俺の財産は、使うばかりというのは恐ろしいものだ。もう残り少なになってきたではないか。俺は焦った。 この財産がすっかりなくなるまでに俺が夢見ているような女が果たして手に入るだろうか。それを考えるとこの世が儚くなった。生きている空がなくなった。そこで最後の知恵を絞って考えついたのがこの部屋だ。見てください。 目のある人にはこれが美しく見えぬかね。俺はあまり有名でない腕のしっかりした彫刻家を雇い、自分で指図をしてこの様々な彫刻を作った。モデルは俺の頭の中に残っている過去の女の体の中から優れた部分を選び出して、 彫刻家に詳しく話して架空の思想から具体的な彫刻をこしらえさせた。その苦心はどれほどであったろう。ところが、この部屋を作り上げた時、俺の財産はほとんどなくなってしまった。それでもこの部屋を楽しんでいられるうちはよかった。半年ほどの間、 わしはここに入り浸って昼も夜も暗闇の中で一つ一つの彫刻をなで回して有頂天になっていた。だがどんなに巧みにできたといっても相手は私物だ。そのうちにぼつぼつ生きた人間が恋しくなりだした。だが。 俺は生きた人間を自由にする視力が尽きてしまったのだ。わしのような生まれのわしのような盲人がそうなった時の心持ちを察してください。俺はとうとう悪心を起こすようになったのだ。二月も三月も俺は一間に閉じこもってそのことばかり考えた。 どうすれば刑罰を受けないで悪事を働くことができるかしかも不自由な盲人にだだが俺はとうとう決心したそして悪事を働き始めた最初は金だまず食わねばならなかった金ができると最終の目的である女を探し始めた そしてやっと見つけ出したのがお前さんだ。わしは世間のやかましい評判を聞いた。声も悪い、踊りも下手だ、顔だってそんなに美しくはない。蘭子の人気は体にあるのだ。まああの素晴らしい肉体を見るがいい。というような噂話に聞き耳を立てた。 俺は帝都座へ幾度も通ってお前の声を聞いた。野獣馬の恐ろしい声援を耳にした。この素晴らしい人気がみんなあの女の体から出るのかと思うと俺はもうお前の体に触りたさに身震いが出るほどだった。 ところがちょうどその時、雲山という彫刻家がお前をモデルにして等身大の大理石像を刻み展覧会に出品したと聞いた。わしは踊り上がって喜んだ。それからのことはお前もよく知っている通りだ。お前の肩に触った時の嬉しさ。 ああ評判は間違いではなかった。今まであったどの女よりお前は美しかった。俺は一刻も早くお前を手に入れたくてうずうずした。俺はお前が舞台で倒れた後、影のように舞台裏へ忍び込み、小村という男からの電話を盗み聞いてしまった。そこであの自動車の計略を思いついたのだ。 そしてまんまとこうしてお前を手に入れることができた。お前にはこの俺の心臓の音が聞こえないか。俺はもう嬉しさで夢中なのだ。盲人はだいたい右のようなことをくどくどとしゃべり続けた。 蘭子はあまりの執念に何だか変な気持ちになった心では盲人の境外に同情しただが一度そのいやらしい顔に目を転じるとある恐ろしく忌まわしい行動の良きにぞっと創けだった「それでそれで私を一体どうしようとおっしゃるの?」。 彼女は息を弾ませて、分かりきったことを尋ねないではいられなかった。いや、なに、それはね、今に分かるや。今に分かるよ。盲人ながらやや恥ずかしそうに顔を背けて、相手は意味もなく乱子の指先をもてあそぶのであった。